はい。では続きまして、k 4 d 車の2022年6月度。で、1月から6月までの累計販売台数ランキング。あとはランク外と、箱番と携帯の販売台数について紹介していきます。で、まず6月度からで、15位、ホンダ N1。2226台。まあ、5月に加えた場合以上ですね。販売されてて。14位が三井市の EK2400。1割アップ。13位が日産デイズ。 23%アップ。3181台。12位が鈴木ジムに3933台で36%アップ。11位がダイハツスタッフと4289台。5割アップ。全体的に好調ですね。それか、先、先月に関しては機械が止まってたのか。10位が本エのワゴン。4651。5月に加えたですね。2倍近く販売されてて。 で、9位がダイハツミラー。ミラーは落ちてて、4669、7%減。8位が鈴キアルト。1割アップして、4877台。で、7位が鈴キハスラー。5035台。8割減。8%減。6位がダイハツタント。36%アップしたんですけど、それでも5761台。タントが不調なんすよね。 前チェーンまで結構12月って聞いてるんで、間空いてますし。で、5位が日産ルークス。13%アップ、6561台で。4位がス木キワゴン R。7199台。スマイル厚手ですね。26%アップ。3位ダイハツムーブ。3割アップで7917台。で、2位がスペーシア8780台で、 1%, 1アップして1位が NBOX75% アップ1万5149台で1月から6月までの累計ランキング販売台数ランキングと社名だけですね15位ホンダ N114 位が三井市の EK13 位が鈴木ジムニー 12位がホンダ・エヌ・アゴン、11位が日産・デイズ、10位がダイハツ・タフト、9位がスーキアルト、8位がーキハスラー、7位がダイハツ・ミラー、6位が日産・ルークス、5位がスーキワゴン・アール、4位がダイハツ・ムーブ、3位がタントで、2位がスペーシア、で、1位が N ボックス。N ボックスは10万、約4000。スペーシアとかタントの倍以上販売されてますね。 で、ランク外。6月度のランク外ガスウキエブリーワゴン1359ダイハツコペン340ウェイク1057キャスト1645を EM スルーしてホンダは S66015 で、日産 NV100 リっぱい量295サクラ結構植えてますね1675 EV シャスをね。トヨタコペ211。ボンネット版。ホンダ N 版。2814。7割アップ。で、キャブオーバースーケブリ。5044。ダイハツハイゼットカーゴ。7 2 0百7台。んで、日産 NV100 クリッパー。2100カ中級。 トヨタピクシス538系トはスキャリー51795割アップでダイハツハイゼットトラック613813%アップホンダクティ61で日産 NT100 リッパー630トヨタピクシス309台でまあ順位的にはそこまで変わってないですけどね販売台数が5月に変わたら好調で こんな感じですねで1月から6月はこんな感じとなっていてだんだん担当の販売台数が少なく,少な,くなっているのが気になりますけどねはい今回2022年6月度で1月から6月までの累計販売台数とランキング軽四輪車の方を紹介しました